はい、皆さんこんにちは、ワナリングリフジです。今回はですね、現代大戦略2017をプレイしていきたいと思っています。でですね、大戦略シリーズは、もう10年ぐらい前ですかね、ちょっとかじってそこで投げ出してしまったのが最後ということで、久しぶりのプレイになるわけなんですけども、操作がですね結構厳しくてですね、初心者にはという意味ですね。ちょっとだけプレイをしてみました。でチュートリアルをプレイしてあります。でチュートリアルとあと1個だけ依頼をこなしているんですけども、この理由っていうのがですね、まずチュートリアルをクリアしておかないと資金が少し少なめになってスタートしてしまうっていうのと、あとは操作方法を確認するためにチュートリアルでは、教えてもらえていないような内容を一つ依頼をこなして、確認しておきましたので、今ご覧いただいている画面はチュートリアルをクリアして1個だけ依頼をクリアした直後になりますので、ほぼほぼ初期メニューだというふうにお考えください。で、この現代戦略2017に関して言うと、ミッション型っていうよりかはどっちかっていうとステージクリア型のゲームになっています。なので依頼一覧っていうのがあってですね、現在依頼の来ている援軍要請先の一覧です。クリアしていくっていうものになっていて、立ち位置としては PMC、 つまり傭兵派遣会社に、なりきって、戦争に介入していくっていうようなものになっています。なので何かエンディングがあったりとかっていう感じではもしかしたらないのかなというのが、ちょっとだけプレイをして感じたところになります。で、今本部施設という画面、メニュー画面を見ていただいてるんですけど、ここで依頼一覧で現在依頼の来ている援軍要請先の一覧です。で訓練施設では連動現在提案されている部隊演習先の一覧です。練習モードみたいなものですかね。一応お金ももらえます。で部隊編成で部隊の編成を行います。士官を配置してその部隊に対して、出撃できるような状態に整えるというところで、副官は、ご覧のとおりですね、副官を任命するということですが、今は、金城さんしかいませんというところになってますね。で施設の改築は、基地施設の拡張を行います。真ん中やや下の方に、陸海空出てると思うんですけど、格納庫の数が出ていて、この格納庫の数の中に収まるぐらいしか兵器が買えないので、これをね、格納庫を、増やしていくっていうところになるのかなというところですね。で研究所に行くと兵器の研究を行いますということで、どんどん開発を進めていくとそれなりのものが作れていくということで、ちょっとねこの戦闘ヘリガーゼルを1段階アップさせましょう。でそうすると何が変わるかっていうと、燃料が上がって回避も上がると。で燃料が尽きると航空機に関して言うと墜落します。なのでちょっと兵器の研究を行います。少しだけしておきましょう。こういったことができますよと。で、弊社医療所では兵士、士官を雇用したりすることができます。で、格納庫では兵器を買うことができる。兵器の購入を行います。航空商、陸商人、あとは船商人、さらにセレブ商から古典商まで、もう一人ね、なんかいるっぽいんですけど、いずれにしてもこういったところから、武器を買っていくと。機材を買っていくっていうことになるんです。今はほとんどね、ご覧の通り、果ての果ての果てなんで出てきていない状態なので、おそらく依頼をこなしていくとこの辺りが増えていくんじゃないかなとは思います。機材も増えてきたらね、ちょっと皆さんと一緒に確認していきたいなと思うんですが、早速じゃあ一つね、プレイをしていきたいと思っていますので、早速プレイをしていきましょう。で、プレイの方は、本部施設の依頼一覧から現在依頼の来ている援軍要請先の一覧です。ちょっとね、大戦略初めてだよっていう方ももしかしたら多くいらっしゃるかなと思いますので、一回クリアしている、この OK 防衛戦 MY 島海戦っていうのがあるんですけど、これおそらくなんですけど沖縄防衛戦宮古島海戦なのかなと思います。ちょっとね、間違ってるかもしれない、もし詳しい方いればそのあたりも教えていただければと思うんですが、早速じゃあちょっと中身を見ていきましょう。
でそうすると戦闘発生の経緯が、ここに書かれます。2000X 年某日 SK 諸島 IG 島 MY 島 IR 島 SJ 島 TR 島に漁船などに偽装したシー国軍の海軍歩兵が強襲上陸。これおそらく中国軍のことだと思うんですけどね、シー国軍というのが。さらに空挺部隊特殊部隊なども投入し、これを電撃的に占領した。中国軍は SJ 島航空など複数の空港を航空基地として整備、戦闘艦、対艦ミサイル、対空火器などの増強を行い、対地弾道ミサイルなども揚陸している模様だ。またこれら上陸部隊を支援するために中国正規海軍の主力艦隊が周辺海域に展開、その一部がさらに KM 島を沖縄本島を目指している。ここポイントだと思うんですけど、中国の正規海軍の主力艦隊が沖縄に来てるんですよ。これに対して1階の PMC のうちの会社にこれを撃退してくれっていう依頼が来るかっていう話はあるんですけどね、もうここはゲーム上ということで、先に進んでいきましょう。現在在日アメリカ軍主力は中東での戦争に動員されており、沖縄の防備は極めて手薄になっていた。中国の侵攻はその胸をついた形となった。消息筋は今回の侵略の背景を以下のように分析している。第一に、中東の戦争の激化でアメリカ国軍が沖縄奪還にコミットする兵力を回せないと中国系統が判断したこと。第2に、中東情勢の混乱に乗じて沖縄地方を足がかりに CT 国、これはおそらくチャイニーズ台北、まあ、つまり台湾のことだと思うんですが、まあ、台湾を武力併合する作戦が計画されているらしいこと。そして第3に、中国軍、台湾、日本が領有権で揉めている尖閣諸島近海で最近中国が極秘裏に大規模な海底資源を発見、これを採掘するために領有権の既成事実化と背後で脅威となる沖縄周辺の在日アメリカ軍戦力を無力化する必要があったためとみられている。中でも近々本格的な日本国防衛隊基地運用が開始される予定だった SJ 島空港は、これを許してしまうとやがては在日アメリカ国軍の共用基地としても使用されるようになり、 SK 諸島から沖縄本島間の距離が約 450km、 まあ尖閣諸島かな、 200km に、さらに台湾から沖縄本島間が約 600km から 350km に劇的に縮まって、SK 諸島、まあ、尖閣諸島占領時にも台湾国併合時にもその航空戦力がより驚異的な存在となることが予想された。よって中国としてはこれを事前に叩いておく、あるいは占領することが戦略上極めて重要だったと思われるというね、かなり突飛な内容にはなっています。まあ、本当にこれにね、1階の PMC が介入できるのかっていうのはあるんですが、で作戦の内容です。沖縄防衛線宮古島東海戦ということなんですが、情報衛星の映像分析によると、中国軍は SK 諸島、IG 島、MK 島、IR 島、SJ 島、TR 島を占領し、各空港を空軍基地に転用、合計30機を超えるシルクワームなどの対艦ミサイルを沿岸に設置、100機を超える作戦航空機、2万人を超える兵員や軍属などの人員をすでに揚陸、SJ 島には対地弾道ミサイル基地まで設営している。さらに大規模な水上艦隊とその背後の輸送船団から、敵の目的は沖縄本島を含む沖縄列島全体の占領にあることは明白である、我が日本国自衛隊軍は在日アメリカ国軍と協力して速やかに中国軍を排除しなくてはならない。現在アメリカ国軍の主力のほとんどが中東方面に出払っており、在日アメリカ国軍は YR 島に進出した海上自衛隊防衛西部統合方面隊の指揮下に入ることとなった。なるほど、日本の指揮下に在日アメリカ国軍が指揮下に逆に入るんですね。まあ、ちょっとねすごい状態ですよね、もしこれが現実に起こったら。さて、機関の任務は接近してくる中国艦隊を撃破、
この中国艦隊っていうのは中国の正規海軍の主力艦隊ですよね。これを撃破するんですか。合わせて占領された島々の奪回である。現在沖縄には空輸可能な造園が続々と到着しているが、戦力化には今しばらく時間がかかるだろう。なかなか厳しいですね。で、勝利条件、MI と SG と IG 等の主要施設を占領して奪回、 SG 等の弾道ミサイル基地を占領もしくは破壊ということですね。では早速プレイの方を開始していきたいと思います。ちょっとね、大戦略確認に通達、ターンを開始します。まあ、人をもしかしたら選ぶゲームになっているかなというところではあります。で、まず今行動フェーズ上の方に出ていて、ターンが99分の1ターン目ですよというふうになっています。で、行動フェーズというのは今配備されているマップ上にですね、配置されているユニットを動かすフェーズということなんですけど、まずですね、見ていくと、例えばこのタイコンデロ、これはですね、アメリカ軍のユニットになってます。で、兵器の詳細を見るとこんな感じで見れます。これが何なのかっていうことですね。で、一応その武装とかも全てここに記載が出ます。で、逆に緑のものに関して言うと、例えばこの高波なんかを見てみると、同じく兵器の特性で何があって、武装としては何々を持っていますというのをここで見ることができます。で、さらにですね、進んでいくとこちらの方は、まあ、ちょっとまだね、作敵が終わっていないので中国軍の展開の様子がわからないんですが、例えばこのね、MI 空港とか赤くマッピングされてますけども、これは中国軍の今占領下にあるということを意味しています。で、この行動フェーズに関して言うと、初期のターンでは何もできないので、ターンを送っていきます。フェーズ終了です。そうすると配置フェーズという、画面が変わって、上の表示が変わったと思うんですが、ここで初めてマップ上に配置するためのユニットをですね、配置するための、操作が可能になるという状態になります。で、例えばですね、ここ空軍基地を見ると収納中部隊というのが、緑で出てますよね。イーグルなりオライオンなりっていうのが出てると思うんですけど、この空軍基地今6個、イーグルが2、 F15J イーグルが2、F の2が2、P3C オフオライオンが2ということで6個は入ってると思うんですけど、この空軍基地は収納できるのが6で、今6収納されてるので、ここに新たに配置することができません。で、そういうのを見ながら、じゃあ配置できるところどこがあるかっていうと、実はあまりなくてですね、先行しているこのアメリカ軍と自衛隊にほぼほぼこのマップは任せる形になります。で、この空軍基地を見ていく、空軍基地を探していくとですね、ここに海軍の基地がありますと。で、ここは6個中4個、出雲大隅に補給艦1ということで6個中4個使っていて2個空いているので、ここに艦船2つを配置することができます。で、同じく空軍基地、ここを見てみると6分の5埋まっているので1個展開できますというのが分かります。で、ここは6分の6空軍基地ですね、埋まっているので何もできません。で、陸軍基地、ここは6分の0なので、まずここに部隊を配備することができます。では配備していきましょう。歩兵を了解しました、了解しました、部隊の、了解しました、部隊の待機を行います。中国軍を排除するためには空輸なり、海上輸送するなりで兵力を輸送しなきゃいけないので、結局船か、輸送機に乗せなきゃいけないんですけど、輸送機に乗せるためにはこの74式戦車だとちょっと重すぎて乗せられないとか、そういう制約が出てきます。これはですね、ちょっと後ほど説明しますけども、その輸送機、輸送船に乗せられるタイプが決まっていて、大概ですね、この重車両と呼ばれる戦車系は輸送船には乗せられるものの、輸送機、しかも小型の輸送機には乗せられないことがほとんどなので、ちょっと今回この74式戦車を配備せずに、この AMX10P
これは軽車両、まあ、いわゆる戦闘車両ですね、なっているもので、了解しました。部隊の待機を行います。は機動戦闘車、これも、ちょっと確認していきますが、確か軽車両。了解しました。部隊の待機を行い、了解しました。部隊の待機を行います。これで今ここに、6分の0だったのが6分の6になりました。でさらに言うと、この空軍基地に、C1 を1つ配備しちゃいましょう。了解しました。で部隊の待機を行います。使える基地が1つもなくなりましたので、配置フェーズを終了してターン終了します。行動終了、ターンを終了します。にで確認に通達、行動フェーズでターンを開始します。99ターンの1だったのが99分の2ターン目になりました。なのでここでまたさっきと同じようなことをやっていくんですが、まず機動戦闘車をここに C1、 自軍の PMC の輸送機ですね。 C1 というのは輸送機になるんですが、この輸送機に対して搭載コマンドを選ぶと、この輸送機に搭載することができます。これで初めて輸送機に、機動なり歩兵なりを乗せることができたという状態になります。これを基本的には繰り返していきます。終了して次の配置フェーズにするっていうね、おなじみのパターンになっていきます。配置フェーズになったら C1 を1つ、了解しました。あと了解しました。部隊の待機を行います。了解しました。部隊の待機を行います。これでもう自分が展開できる兵力がなくなりました。一応74式戦車もあるんですけど、まあここまでね中国軍が来ることはないと思うので、一応ここにですね司令部があるので、司令部の防衛のために戦車を1台持ってきましたが、まあ活躍の場は今回はないかなと。で、今回は海軍の基地を使うための海軍兵力は持ってきてませんので、これで終了ですね。で自衛隊の方はそれなりに展開を増やしていきますということですね。ホークアイ、これを見るとホークアイは敵の航空戦力になってますね。あと展開しているところで高波、村雨、この辺りは駆逐艦ですかね、一応位置づけとしては。アメリカ海軍としてはワスプ、これは艦載機としてライトニングを持っている空母ですね。ここにもワスプが展開しているな、空母。ソウリュとかね、この辺りは潜水艦で、敵の方、中国軍の方も、一応兵力としては展開済みですね。で、普通地面一応前線では戦いがすでに始まりつつあるかなというところですね。はい、では配置フェーズを終えて次のフェーズへと移っていきましょう。行動終了、ターンを終了します。各員に通達、ターンを開始します。さあでは先ほど展開させたところにですね、さらに追加で部隊を当てていきましょう。
これまで移動できれば搭載できるかな。機動戦車を乗せてるこの C1 に乗せることができましたという状態になりましたね。で、続いてこちらの歩兵も搭載しましょう。で、この機動戦闘車も乗せていきましょう。で、あと一つですね、ここにいる歩兵を移動させる。これでもう一旦かかるかな、配置までという形でですね、結構準備に時間がかかります。出撃するためにここまでに、ね、結構時間がかかるんですよ。これ報道終了、ターンを終了します。通達、ターンを開始します。改善の余地がもしかしたらあるかなと思うんですけどね。さあ、これで全て乗せました。そしたらいよいよマップを移動していきましょう。これがようやく初めて自分のユニットがマップに登場しましたけども、 C1 っていう形ですね。なんか悪そうな顔の人、フレデリック・マッキーさんが言ってますけどね。で、同じく続々と前線へと移っていきましょうということで、まあ、こういうことを繰り返していく形になります。ゴッドハルト・カーンさんが乗った C1 の時も戦機だけだと心配なんで、当然護衛の戦闘機なり何なりっていうのが必要になるんですが、まあ、今回はちょっと戦闘機飛ばす余裕なかったので護衛の戦闘ヘリを用意しましたというので行動フェーズが終了します。行動終了、ターンを終了。通達、ターンを開始します。もきっと、ね、大きなシステムっていうのはずっと多分変わってないんじゃないかなと思いますね、まあ、なので、まあ、最近の傾向に合わせてね、ちょっとマイナーチェンジを繰り返していったりするとバカ売れするんじゃないかななんて気もするんですけどね、まあ、大きなお世話かもしれません。ここは前線へと戦力を移動していきましょう。で、今、画面の右下のところにちょうど132/126って出てると思うんですけど、これが燃料です。なので、今126の燃料が残ってますという状況になっています。こんな調子で、とりあえずこの MY 島まで進出をしていきましょうか。で、ちなみにですね、ツイッターとかの方ではね、お伝えをしてると思うんですけど、僕の方では主に行動終了、ターンを終了します。各員に通達しています。ターンを開始します。なんかこんな戦略ゲームもあるけど面白いんでやってみてとか、そういうのあればぜひぜひ教えていただければ嬉しいなというふうに思っています。ちょっとね、この退屈皆さんもされてしまうかもしれないので、単調作業中に話しておくといえば、銀河英雄伝説を最近ちょっとまた見直してまして、もともと銀河英雄伝説好きなんですけど、やっぱりね、面白いですね、銀河英雄伝説は。
で1話から見るとなお面白い。行動終了。ターンを終了します。ドカフェインに通達。ターンを開始します。ヤンウィンリー派なんですけど、ヤンウィンリーって結構中肉中背だっていう描かれ方をよくしてたかなと思うんですけど、身長どうだって何センチぐらいなんですかね。劇中だと何年の中だって分かりづらいですよね、その辺の描写。特に今筋トレとかに中肉中背ってどれくらいから中肉中背なんだろうとか考えると、ちょっとキリがなかったりして、そんなこんなでですね、今実はその銀河遊伝説のゲームをちょっと行動終了。ターンを終了します。見ていただいて、確認に通達。ちょっと悩ましい。ターンを開始します。かつ対応しているハードが少し古いものが多くてというところなんですが、お、なんか一気撃沈されてるか、もしかしていなくなってる。マジか。ちょっと確認しましょう。走行車が一気にいるけど、これはそして何、一気 C1 が撃墜されてるな。いやーマジか。おしゃべりしてる間に C1 が一気に撃墜されてる。これガゼルは耐水戦の能力はないので、ちょっとここに展開してる中国海軍のゲンっていう潜水艦、これはちょっと避けて通りましょう。危ない。一気もう撃墜されてますから、ちょっと上の方に対して。でちょっとキンキンで、できれば時間がねそんなにないんですけど、銀河遊伝説の戦略ゲームをねちょっとやりたいなとは思ってるんですけどね。あとはクルセイダーから始まる行動終了。ターンを終了します。確認に通達。その辺りターンを開始します。興味深く見てはいるんですけど、上に上がってきてるな。ここは空港突破だな。ただこの辺りには敵の航空戦力がまだ展開してるから、あんまり近づきすぎると危険だな。とはいえ103.2分の100、ガゼルが先に尽きるな。となると一度私の上の航空基地に KM 島に一旦退避しましょう。行動終了。ターンを終了します。10ターンが経過しました。何のゲームおすすめですかねみたいなアンケートを取らせていただいたところ、人気としてはかなり上位に入っていたので、プレイもね開始していきたいなとも思っていますし、あとですね、信長の野望シリーズに関して言うと、新作で大使とどうやらこの4ぐらいめどが出るらしいというところもあり、ずっとプレイとしては企画ものとしてやってきた過去作品全部リアルシリーズ。行動終了。ターンを終了します。通達。ターンを開始します。さてさて、ここで
フレデリック・マッキーの言ってるこの集団の輸送機のことを可能かに入れちゃいましょうかね。痛いのか、一機失ったのが痛いのか、気づかないうちにしかも失いましたよ。なんか戦闘が起きた形跡もなく一方的に撃墜されたのか。行動終了。カビンに通達、ターンを開始します。ね、こちらの戦力かなり乏しいんで、なんとかなる相手ではないかなって気がするんだけど、ね、でここには十式の戦車が展開中かで、アタゴをはじめ大隅などの海上戦力が MY 島に近づきつつありますね。これらが排除されてくれれば我々としては非常に行きやすいのかな。終了。ターンを終了。カビンに通達。ターンを開始します。ちょっと言いにくいところではあるんですけど、やっぱりクソゲーオブザイヤーの常連さんらしいので、ね、プレイする人のは選ぶのかなっていう気も、まあ、多少しますがしますね。近づきすぎると敵の先制攻撃が出てくるので邪魔するほど進んでいきましょう。行動終了。通達行く予定、ターンを開始します。その中ではおっと待ってくれ、また一機失ってないか。失ってるね、いつの間にって感じだけど、これアウトレンジから一方的に攻撃を受けたんだろうな、ちょっとこの感じだったね。でちょっと初回なので戦闘表示をリアルファイトで表示していきましょう。ちょっと見てみてください。さあこんな感じです。1位になります。こんな感じです。行動終了。ターンを終了しますね。ガゼルに対して確認に通達、ターンを開始します。
すると、まずは攻撃しちゃいましょうか。遠征中の話ちょっとね、途切れ途切れになっちゃいましたけど、大変遠征中は一応登場終了、ターンを終了。確認に通達、ターンを開始します。まずは手始めにプレイしようかなと思ってますので、ぜひぜひ皆さん楽しみにしていただければと思うんですが、それはともかく、クリアしたマップではあるんですけどね。行動終了、ターンを終了します。各員に通達、ターンを開始します。何してるんだ。行動終了、ターンを終了。各員に通達、ターンを開始します。さてどこにいた。一旦戻らないともう墜落しちゃうな。そもそも司令部はどうでもよく、走行車もよく、走行車 AMX10P は動けないからやることがないな。行動終了、ターンを終了。各員に通達、ターンを開始します。経過しました。同じかなと思うんですけどね、まあ、ちょっと僕のプレイも今回だいぶまずかった部分もあったんですが、
大戦略としてはこんな感じになってますね。行動終了、ターンを終了。確認に通達、ターンを開始します。勝手にこの後ですね、アメリカ軍と自衛隊が大量にご覧の通り戦力を出してくれて、ほっといても、ね、クリアができるような感じにはなってきます。行動終了、ターンを終了します。各員に通達、ターンを開始します。はい、というわけで行動終了、ターンを終了します。通達、ターンを開始します。今回はここまでにして、大戦略こんなもんですよっていうのをちょっと今回お届けしてですね、次回以降また違うミッション依頼をプレイできたらいいかなというふうに思っています。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。